こんにちは、速稼塾の久保です。今日はね、何でも屋さんのお話をしようかと思います。私も実はね、何でも屋さんをやっていたことがあってですね、まあ、それはある事件をきっかけにできなくなっちゃったんですけども、でもずっと順調でお客様には喜んでいただいて、5年間で取った契約は1万件だったんですよね。結構な金額でしょ結構な件数でしょ。だから億っていう金額まで何でも屋さんで稼げたってことなんですよ。まあ、詳しくはね、ちょっと別の場所で申し上げたいと思いますけども、具体的に作業場所っていうのは、私が当時広島県広島市に住んでいましたけども、出張先、作業のエリアっていうのは呉ですね。呉全域、というふうな限られた地区です。そしてもう一つはね、島根県、それから山口県のどちらかというと広島県境ですね。そこに限らせていただいてたんですよ。つまり広島市市内からだいたい移動距離で2時間以内のところをエリアとしてました。で、広島市内、人口密集地都市部っていうのは在宅率が低いんですよ、普段の日の。それはそうですよね。共働きしていて、マンションなんてあろうもんならマンションに残ってる方なんてほとんどいない。いても決定権者じゃないんですよね。決定権者じゃないってことはどういうことかっていうと、お留守番をしてるおじいちゃんやおばあちゃんがいて、あ、それは息子に聞かんとわからんね、みたいな感じなんですよ。まあ、ですので仕事が非常に取りにくかった。で、仕事がね、取りやすい場所っていうのは、訪問販売で、訪問営業でね、どうしても一人暮らしとか二人暮らしで、まあ、日がな、のんびり暮らしてらっしゃる方になるんですよね。まあ、そうなるとどうしても都心部ではなくて、山間部とか田舎の方になってくるんですよ。で、大体そういうところに行くと、留守でもね、近所の広場にいるよとか、どこどこクラブに行ってるよみたいな感じで近所の方が教えてくれるんで、まあ非常にですね、10件行ったら9件10件ぐらいは必ずお会いできるようになるんですよね。まあ結局ビジネスって人がいないとどうしようもないんですよ。ですんで在宅率が高いってことを常に考えて行動してました。で、大体ですね、私の訪問販売のやり方っていうのは、大体2、3件行ったらどっかで仕事が取れる。大体初めに行った家で大体取れてましたね。で、そこで取れてなくても次で取れる。3軒目に行って取れてないってことはなかなかなくって、それこそ月に1回ぐらいね、ちょっとこうトークが冴えなかったりとか、ちょっとうまくいかなくて取れない時があるかないかっていうレベルで、まあでも1年300日ぐらい、稼働してまして、250日ぐらいかな。取れない日はほとんどなかったですね。そもそも取れる件数が大体2件から4件仕事がその日のうちに取れて、作業時間が2時間から3時間なんで、大体ですね、1日に4件行く日もあったんですよ。まあ4件するともう外は真っ暗ですよね。大体こう朝9時ぐらいから営業活動、もしくは8時半ぐらいから始めて、それから終わるのが5時とか6時っていう風に決めてましたんで、それ以降はもうやらなかったことがほとんどなんですけども、最後に5時ギリギリに取れた作業っての終わるのが8時とか、長い時には9時になっちゃいますんでね。だからまあそういった形になりますけども、大体ね、お昼ご飯食べたら帰るみたいな感じですよね。2件取れて1件の単価が2万5千ぐらいだったんで、2件取れれば5万円になるわけですよ。で、5万円でお昼ご飯食べてちょっと一休みするともうやる気がなくなっちゃって帰っちゃうみたいなことがあるんですけども、1日5万で1人作業なら結構いいでしょ。まあそんな感じでね、何でも屋さんをやっていたんですけども、徐々に何でもやりますから、これ専門でやりますっていうふうに絞った方が、実はね、仕事が取りやすいってことに気づいたんですよ。まあその中で他の業者さんにもいろいろとリサーチして、あと振り返りながらね、当時思い出したりとか、それから今さまざまなところからピックアップしてデータを調べると、あ、やっぱりなみたいな感じで、何でも屋さんにお願いしたい仕事、その実績ランキングっていうのがね、5位までまとまりましたんで、ちょっとお話したいと思います。まずね、いきなり第1位からいきます。第1位はね、重いものの移動なんですよ、ね、ちょっとこう重いものがあるから、それを2階から1階に下ろしてくれとかね、犬小屋があるんだけどももうここにあったら邪魔だからあっち行かせてくれみたいなのに呼ばれるんですよ。だから作業としては力持ちでやれば本当にね、5分か10分で終わるんですよ。まあでもそこ現場に行きますんでね、やっぱりこう2万5000前後は出張とか、まあ、人件費としていただくって形になって、本当に仕事はほとんどない。でも重いものが動かすことができないっていう悩みとかね、近所の人にお願いしても近所の人もやっぱり力がなかったりとか、本当に困ってらっしゃるんですよ。で、そういう方のために、まあ業者とはいえね、見ず知らずの私のことを信頼してくださって訪問に行ってね、重労物の移動とかやってるんですけども、お困りないですかって言ったら、やっぱりね、お困りがあるんですよ。というのも、大体この家はこういうふうなことに困ってるだろうなってことが訪問販売して、こんにちはって行く前に大体わかるんですよね、見ると。
ですんで、その時に、あ、ここには例えば排水口がだいぶ汚れていてヘドロで詰まっていて困ってるだろうな、雨の日なんて溢れてるだろうなというふうに目をつけたら、排水管工事ですけどみたいな感じでね、そこの工事が終わったんで今日寄らせてもらったんですが、なんか近所の人の話によると、ボコボコ漏れてるみたいじゃないですか、お困りじゃないですかっていうと、やっぱりね、近所の人にそう見られてるのかっていうところがあって、作業を大体お願いしてくれるんですよね。まあ、そういうこともあるんですけども、ちょっとその排水口の話はちょっとここでは置いといてですね、まずは重量物の移動っていうのが最も多かったです。でこれダントツの1位なんですよ、日本全国どこでもだと思います。でご年配の一人暮らしの方とか女性の方などから多数依頼があるんですよね。この依頼っていうのはあんまりね知られてないんで掘り起こさないといけないんですよ。重いものを持っていくのとか得意ですよとか、そういうのを主にやってますとかね、あれだったらもともとラガーマンでしたとかプロレスラーのね、なんか修行してましたみたいなことやるともっといいかもしれませんよね。運動部やってましたとかね。で本当にちょっとしたことなんですけども、家具とかベッドとかソファーとか収納倉庫とかね、テレビとか、ご年配の方とか女性っていうのはどうしても一人で重いものを運ぶことができないんで、日々困ってるんですよ。何かきっかけがあったらと思ってるんで、訪問すると、あ、これだきっかけはっていうふうにやってくれるんですよね。で昔でしたらね、ご近所の方にお願いしたりとかっていうのができるんですけども、最近はそれはね頼みにくい状況なんで、もう訪問販売の業者がこれ受けるんですよ。やっぱりね、そうみたいです。で中にはね、作業自体は大して、なんだよ、必要性を感じてないんだけど、これをきっかけに話し相手が欲しかったとかね、相談したい人が欲しかったみたいな感じで、寂しさを埋めるために仕事をわざわざ頼んでくれる方もいるんですよ。で作業が終わったらお茶が出てきて、うどんが出てきてね、なんか長居させられるみたいな感じで、まあそれでもね1時間2時間話すと、きっかけをつかめますんで、またご依頼くださいって感じでお話終わると、大体またがねご依頼いただくんですよ。それがね、仕事は本当大したことないんですけども、ほとんど話し相手のために呼ばれるようなもんなんですよね。まあでもね、本当に寂しさを埋める仕事ってのはなかなかないですし、作業にかこつけて言ってたらあれですけども、本当にね何、人寂しさから仕事をお願いしたっていう風に心の中で思っていて、私の方の人も感じるんですけどね、でもそれをね、もう明らかに言いにくいんですよね。寂しいから人に来てもらったとか言わないじゃないですか。だから田舎の方で営業マンがなんかいろいろ契約ね、リフォームの契約決めるのなんでかっていうと、推しが強いのもあるけども、営業マン断ったら帰っちゃうでしょ。でも仕事を依頼すればいてくれるんですよね。そういう風な子供や孫もめったに来てくれないような、まあ、お年寄りの最後の時間をね、見ず知らずの人とはいえ親切にしてくれるんだったら、それはね、お金の2万3万は払ってみようかなっていう風な気持ちにはなるんですよ。そこに、ね、10万20万取ったらちょっとねひどい話になりますけども、正当な男1匹働く金額としては、日当としては2万3万ってのはそんなめちゃくちゃ高くないと思うんですよね。保険とか税金払ったら手元に落ちるのってやっぱり1万弱とか5000円ぐらいなもんですから、それでぼったくりとか言われるんだったらもうぼったくりで結構ですって話なんですよ。まあでもね、結構ありました。お盆とかお正月に私の仕事をした領収書がね出てきて、それをお子さんとかお孫さんが見つけてね、何これ騙されとるんじゃん、3万も払ってからにとか言ってね、電話かかってくるんですよ。私はもうすぐ行って事情を話して、あれだったらお金返しますって言うんですよね。で自分が何者ですってことを話すと、結構ね2万3万のことでガタガタ言ってすいませんみたいな感じだったりとか、おじいちゃんとかおばあちゃんがね、わしがええと思って頼んだんだからええんじゃん、恥かかせんでくれって怒ったりとかしてね、守ってくれたりするんですよね。まあそこに一つまた感動があるみたいなところなんですけども、まあでも本当にね、相談相手が欲しかったっていうのはお子さんとかお孫さんにも言いにくいでしょうね。さあお子さんやお孫さんってなかなかね、田舎に帰ってきづらいわけですから、生活があって忙しいですからね。でそういうところに寂しさを感じさせてしまったっていうのは、やっぱ罪の意識が、まあ、皆さんあると思うんですよ。悪いなおじいちゃん、悪いなおばあさんみたいな感じでね。でもそこに営業マンが来て、営業マンとなんか話が弾むっていうのは、それはね、許してあげてほしいなと思いますよね。そんな感じでね、重いものを何とかしてくれっていう仕事はもうダントツで一番でしたね。だからそんなことばっかりやってました。まあ、重いものって言っても本当に重いものじゃなくって、なんかこう古い額縁をねちょっとゴミ箱にも出してくれとか、タンスを持ってってあそこのね粗大ゴミとか置いてくれみたいな感じなんで、そんなにね大したことではないといえば大したことないんじゃないんですよ。それこそなんか重量がね40キロ50キロのあるものを持っていけるなんてことは、まあこれは言われなかったです。そういうのはね言われてもできますけども言われなかったですね。で2つ目にまあまあ多いのが不要品の処分とか廃棄なんですよ。だからこれはどこに捨てればいいのかねっていうところでちょっと戸惑っているもの。でもねやっぱりね
ややこしくて捨てに行くのがどうしても後回しになっちゃったってものが気づいたら2年3年5年10年あったってものを、これをいい機会にちょっとね持ってってくれんかねっていうのがね、主だったと思いますよ。やっぱこう子供の学習机とかね、それから庭にある石灯籠の崩れたやつとかね、瓦が割れたままだーっと置いてあったやつとか、そういうのをちょっと処分してすっきりさせてくれみたいな感じがあって、まあ当然そういった庭に放置されてるものは回収するんですけども、ついでに草むしりとかをねしてね、30分でも1時間でも、まあ、これはもうやらしてもらうからって、きれいにして帰った方がいいでしょうって、でまたこの辺通ることもあるんで、その時にああ草取りやってよかったっていうふうに私らも思いたいんでねって、やらしてくださいよな感じでね、そういうふうにやるとちょっとねチップが弾んでもらえるみたいなところもありますし、まあなんせね感じがいいんですよ。そうやっていい評判が立つとその地区での仕事がものすごくやりやすいので、一つの市区町村の中でまあね300人ぐらい住んでる、まあ村とか行くんですけど、そうなると最初の2軒3軒で評判をつかむと大体ほとんどの家からオーダーが入ってくるんで、こんにちはって言った家でもね、あ待ってたよみたいなこと言われて仕事を用意してくれたりとかするんですよ。もしくは仕事が終わった後に何々さんも同じ仕事を頼んでくれると思うよみたいな感じで連れて行ってもらったりとかね、まあ、そういったことがありますんで、何でも雇え言ってもね、じゃあ何を専門でやってるのかってことを、まあ、お話しながら営業すると結構仕事が取りやすいのかなと思います。何でもやりますってのが最も分かりにくくて、何をお願いしていいのか分からないみたいになっちゃうんで、例えばこういうことをやりましょうか、ほらあそこにあるでしょみたいな感じでもうね名指しっていうかもう指名するんですよ。この仕事を私得意だからやらせてくるみたいな感じで、まあ、そのぐらい訪問販売で何かをするときにこれをしましょうよってこっちからね売り込んでいくぐらいだと、訪問販売っていうのはもう10件いったら9件10件が取れるみたいな世界だったと思います。まあ、今でも変わんないと思いますよ。ここまで上手にやる人はあんまりいないと思うんでね。それからね、住宅のリフォーム、これ訪問販売ではなかなか取れないんですけども、ないことはないです。というのが、その日に作業にならないんですよ。大体私が好きなのは、その日に初めてお会いして、仕事をもらって、その日のうちに完了するやつなんですよ。でリフォームっていうのは何回か行ったり来たりしないといけないので、10万20万もらっても私的には合わないんですよね。で途中でその作業が中断することも可能性としてあるんでね、そう考えたらやっぱりあんまりやりたくないなと。だからどうしてもやるときはもう業者さんに横流しして紹介料だけもらうって感じにしてました。これがねだから何でもやって人気だった仕事のパート3ですね。で4つ目がね作業の手伝いです。これは業者さんから来るんですよ。仕事が人手が足りないから手伝いに引くれって感じです。で、日当を1万とか2万もらうみたいな感じなんですよ。で、こういうのはっていうのは、同業者さんとか、似たようなね、なんか作業系の人と縁を作っていると、どうしても人手が足りない時とか、今日は3人プラスでいるんだよって時に、人数の指定までしてくれるんですよ。で、そうなると、こっちから営業をかけたわけでもないんだけども、業者さんにいろいろとつながりを持っていたってことによって、たまに呼ばれるみたいなことが起きるんですよね。これは楽ですよ。しかもその業者さんも何歩かねピンハネしてるわけですから、そこも儲かるし、仕事はいろいろ受けれるようになるし、こっちはなんかおこぼれの仕事が常にある状態なんで、これが1週間に1本とか2本とかあると本当に強いですよね。自分で仕事が仮に取れなくても仕事が分けてもらえるっていうのはここにあるんですよね。それから第5位が掃除とかハウスクリーニング。これあんまりないんですよ実は。掃除とかはねやっぱり家の中に誰かをあげて掃除やってくれっていうのはめったにないです。これはねどっちかっていうとリピートリピートリピートしたその先にあるんですよ。でもハウスクリーニングが取れるとすごく楽なのは、半年か1年に一度呼んでくれるんですよ。リピートしてくれるんですよね。だからこそ最初に重いものをね運びましょうかっていうので、まずは仕事をやらせてもらう。そして、仕事をしてもらった時にはもう、ね、3ヶ月とか6ヶ月ごとになんかね手紙を送ったりとか、それから近くに行った時にはご挨拶行くとかして、あれから変わりないですかみたいな感じでとにかく顔を見せていくとか、自分の手書きのハガキを送っておく、こういうふうなリピートをもうつなぎ止める活動っていうのが最も重要だと思いますね。まあ、そんな感じでだいたい1万件取れたかなっていうことですね。最後はですね、地元の業者さんに嫌がられて、であらぬ嫌疑をかけられて、私の会社はなんか訪問販売で作業してるというふうにレッテルを貼られて、警察沙汰になって終わりということでございました。その地区で仕事をしなくなったのと同時に、私としても麻雀店の仕事がね順調になってきたんで、そっちの方に移ったってことですかね。はい、ということでございました。